医療島マ急襲揚陸艦。医療島マ急襲揚陸艦。医療島マ急襲揚陸艦は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦、ヘリコプター揚陸艦、l p h の艦級。基本計画番号は、初期型が SCB-157、後期建造艦が SCB-157A。第二次世界大戦後、アメリカ海兵隊では、 水陸両用作戦におけるヘリコプターの研究に着手しており、1947年12月にはシコルスキーホッサン S を装備する実験飛行隊として第一海兵ヘリコプター飛行隊が編成された。シコルスキーホッサン S の輸送力は貧弱なものであったが、1948年5月の上陸演習オペレーションパッカード E においては、 空母を母艦としたヘリボーンを実施して、その有用性を立証した。これを受け、1951年1月には、より強力なシュコルスキー HRS-1 を装備した第161海兵ヘリコプター飛行隊が編成され、8月より朝鮮戦争に派遣されて、実戦投入された。朝鮮半島での実績に基づいて、海兵隊は、 ヘリコプター戦力の拡充を続け、1958年3月には上陸演習ラントフィブ X-58 で2隻の空母から1個増強海兵連隊をヘリボーンに揚陸するという規模な実験を成功させた。これにこうしてアメリカ海軍でも1958年から1961年にかけて SX 級空母のオサ船体系。 タイコンデロガ級3隻に所定の階層を施し、ボクサー級として最終益させた。しかし、これらはもともと空母であることから、兵員や物資の搭載能力の面で制約が大きく。例えば、ボクサー LPH-4 では、排水量約2万7千トンにかかわらず、兵員は約1300名の搭載に止まっていた。このことから、 ヘリコプター揚陸艦として、合目的的な新設計艦として建造されたのが、本級である。上記の通り、本級は、ヘリコプター揚陸艦として設計されたことから、空母と同様に、上艦艦は全長にわたって全通した、ヘリコプター艦艦とされており、環境構造物は、右舷側に寄せたアイランド型取れている。一方、艦内容積の確保と戦火の低減のため、船体は、 攻撃貨物輸送艦などに準じて、幅と還元の大きな商船構造とされた。ヘリコプター艦板の艦首部分は原則のフレアと一致しており、丸みを帯びていた。主機艦はマリナー型貨物船と同形式で、コンバッションエンジニアリング車、LPH-9 のみ、バブコックウィルコックス社製のボイラー2艦と、ウェスティングハウス車、LPH-10 はドラバル車。 LPH-12 は、ゼネラルエレクトリック車製常キタービン1機を搭載して、一軸の推進機を駆動していた。なおマリナー型貨物船は、戦後の標準設計船であり、アメリカ海軍でも、攻撃貨物輸送艦、トゥレア、およびポールリビア級攻撃輸送艦として、運用していたものでった。あヘリコプター艦艦は、 長さ183.6メートル幅32.9メートルを確保して7個のヘリコプター発着スポットが設定されており、中型の c h 4 6ら7機、大型の c h 5 3ら4機の同時運用が可能とされた。ただしヘリコプター揚陸艦であったことから、カタパルトや着艦高速装置など固定翼機の運用設備は持たなかった。 ギャラリーデッキを挟んで下方にはハンガーが設けられており、CH-4619 機、または CH-5311 機を収容できた。ヘリコプター乾板とハンガーを連絡するため、左縁中央部とアイランド後方の右舷側に1機ずつのデッキサイド式エレベーターが設置された。これは折りたたみ可能であり、力量は22.6トン、LPH-7、9、10は、 約20トンであった。館内には、ハンガーとは別に279メートルの車両甲板、また1120メートルの貨物搭載スペースが設けられた。元来の計画では、物資、人員の揚陸にはヘリコプターのみを使用することとされていたが、飛行不能の後天時の運用に問題が生じたことから、最終館、インチョンでは、LCVP 上陸用、 終定2隻を観光部に搭載した。武装としては、当初は MK-3350 口径3インチ連装速射砲が採用されており、2機はアイランド前方に、1機は完備無限、もう1機は完備左限に設置された。これらの3インチ連装砲はいずれも開放砲がに搭載されたが、最後の2隻の見放立てを備えた砲塔とされた。その後、 1970年代前半に三ンチ連装砲のうちに機がシースパロー股間防空ミサイル発射機完装され、1980年代には三ンチ連装砲とシースパローを共に撤去してファランクス CIWS を搭載する改修が行われた。1961年から1970年にかけて7隻が収益した。 1972年から1974年にかけては4番艦、グアム 2AV-8A ハリアー艦上攻撃機等を搭載しての正解艦の評価試験が行われている。その後、機雷戦士機関に改造されたインチョンを除いて、1992年から1998年にかけて6隻が退役し、インチョンも2002年に退役した。 一番間、伊王島は宇宙で機械船の爆発事故を起こし機関が危ぶ生まれるに至ったアポロ13号を回収した船としても有名である。アポロ13号の乗組員の無事を伝えるニュースは無線を除いては伊王島によってもたらされた。ニューオーリンズは除籍保管後の2010年ハワイ諸島沖にてリンパック2010における実感標的として用いられ、 多数の砲弾と航空爆弾および対艦ミサイルの実弾射撃を受けた末に横転、沈没した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。